電気バス、ハムラン・ハムラ駅東口電気バス、ハムラン・ハムラ駅東口はムランは、ハムラ市が運行するコミュニティバスである。2005年5月運行開始。ハムランの愛称は市民公募により決定され、ハムラ市とランを合わせて命名された。ハムラ東コース、ハムラ西コース、小作コース、ハムラ中央コースの4コースが運行されており、いずれも循環路線である。 羽村市内には JR 大梅線羽村駅、小作駅の2つの鉄道駅が存在するが、羽村市役所とその2駅を奇襲点として、市内の交通不便地域と駅や公共施設、病院などを結びつつ循環する。全コースを西東京バス大梅営業所に運行委託している。運行開始時は西東京バスが 分離市会社の多摩バスを埋め営業所へ運行を委託していたが、2008年9月1日より、多摩バスの全路線が西東京バスへ再移管されたことに伴い、ハムランの運行も西東京バスを埋め営業所へ移管された。ハムラン専用バス停留所、ポール右側は西東京バスの停留所ポール、ハムラ東コースとハムラ中央コースは、ハムラ市役所、ハムラ西コースは、 羽村駅、小作コースは、小作駅を起終点として、市内を循環する。各コースともおおむね50分から60分間隔での運行で、小作コースの単独区間は、約2時間間隔での運行となる。公立副作病院には、平日17時台まで停車する。小作コース2010年10月1日のダイヤコース改正により、小作西コース内回りから解消。 古作コース2010年10月1日のダイヤコース改正により古作西コース外回りから解消2012年3月10日より運行開始羽村市と市内に羽村工場がある日野自動車日野自動車との共同事業として電気バスが導入された詳細は電気バス羽村案の不死を参照2010年に導入した車両費のポンチョ車体デザインは 羽村市の花、桜と、市のシンボル、玉川上水の水をイメージしたもの。専用車両として、2005年の運行開始時に日のポンチョを4台導入した。車両後部には、車椅子乗降用のドアがついていた。2008年9月1日に、西東京バス大梅営業所に移管されてからは、シャバンのアルファベット記号が、玉バス大梅営業所を示す、TEB から、 西東京バスを埋め営業所を示す B に変更された。なお、西東京バスで初代ポンチョを導入したのはハムランと八王子市、コミュニティバス、八バスのみである。八バスはムランで4台ずつ、合計8台の初代ポンチョを導入したが、2003年から2004年にかけて導入された八バス用の4台と2005年式のハムラン用の4台は、 車番の数字部分が同一となっていた。2010年には2代目ポンチョを4台導入し、初代ポンチョを全車代替した。羽村市役所で充電中の電気バス、羽村2012年3月10日に運行を開始した羽村中央コースは、市内に羽村工場がある日野自動車が開発した電気バスが導入され、日本で初めて小型電気バスが、 路線バスの実用運行に用いられる路線となった。ハムラ中央コースの奇襲点である、ハムラ市役所の敷地内に充電スタンドが設置され、電気バスはここで充電を行う。2021年3月8日より、電気バスが老朽化により運用離脱し、ハムラ中央コースがディーゼルバスでの代車運行となる。同年3月3日付のハムラ市公式ウェブサイトでの告知では、 当面の間としており、今後の電気バスの運用については未定。なお、同系同年式の電気バスを導入した墨田区内、循環バス、スみリンちゃんを運行受託する、京成バスでも、同年3月9日に、電気バスの運行終了を発表したが、京成バスでは、車両メーカーの申し出によりと理由を説明している。ありがとうございます。